どうも皆さんお疲れ様です。シュウジャです。おっつここごいかです。はい、ということで本日なんですけれども、エース登場ということでドラフトガチャ引いていきたいと思います。はい、ということで今回エースが登場したということで早速ガチャ引いていきたいなと思うんですけれども、まず何と言ってもイカちゃん約2ヶ月ぶりの動画登場でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということでもう早速ガチャ引いていきたいなと思うんですけれども、今回の動画では子守ドラフトスカウトをお互い引いていきたいなと思います。ということで子守ドラフトなんだけれども、まずお互いの欲しい選手でいきましょうか。あ、結構欲しい選手今回多いよね。そうね、うん、そんな中で僕が一番欲しいのは、はい、大野投手ですね。リアタイ的には弱くなったと言われる大野選手なんですけれども、なんといっても能力が高いので、まあ、リーグ的には必須かなと思っております。なんで大野選手かなと思っております。去年の尻にが9位85制球80のスタミナ85だったからオールドーチャー無理だったんよね確か。まあ、今回は制球2へ上げるとオール A 同値ということで、なんで狙っていきたいなと思っております。はい、でイカちゃんは意外とね小川さんと西さん、うん、どっちかかな。阪神枠っていうところでやっぱ使いやすいのかなということで、まあ、阪神今の現状で言うと一番使いやすいピッチャーではあるかなと思いますね。まあリーグ的には一番使いやすいのかなっていう。イカちゃん的には西さん小川さんが欲しいという感じですかね。そうね、今回その狙いが引けるかどうかということなんですけれども、まあ前置きすごく長くなったんですけれども、はい、もう早速引いていきたいなと思っております。はい、ということでまず5回目5連ですね。いきます。5回目じゃねえよ、はい、1回目だ。はい、いきます。さあ、お、1回目から突き出てますよ。いいですよ、もう終わる可能性あるよ。よいしょ。お、え、来た。俺終わった。マジかよ、もう上がりだ。あざした、ありがとうございました。何何がつもや。急にマジャイブだ。はい、いきます。いや俺もまだあるよ。まだある。はい、ありがとうございます。ない。いや、これはこれでだな、同時に撮ってるから俺の画面先に終了しちゃうな。確かに、はい、確かに。じゃあいきます。はい、さあ俺は誰が出るかだな、ここで。いやー、やっぱりでも今回12球団的にどの選手も強いからね。飛ばない。よし、さあ2人目。おい、おい、俺も。おお、ちょ待って、これ動画どうしよう。演出なかったやけど。やば、二人とも一発目で出たわ。超すごくない？動画短、動画短、本当ショート動画になるわ。いや、行きます。2回目。はい、あれ出ないですね。おー、A も出る。いいね。さあ3人目。あ、3人目じゃ4人目。はい、お、ラストですね。はい、ということで今回動画本当にこれで終わります。ありがとうございました。ということで、まあエキサイティングまでにチャンネル登録を増やしたいなと思ってるんで、この動画高評価すると一発目で出る、一発目で出るかもしれないんで、よろしくお願いいたします。簡単ので出ません、簡単ので出ませんっていうから使わなきゃいけないんですよそれは。はい、じゃあラストいきます。ドラフトガチャ引いていきたいと思います。さあ、シュピン2個、2個ってこれ、とりあえず2個ってこれね。いや、にこやかじゃないですね。ありがとうございます。おい、誕生日だぞコナミ。史上初かもしれん、 YouTuber で。あの、課金してるとこ見せてるかもしれん。綺麗よ。もう一回、もうそろそろ2個ってこれか。おし、お、来た、起きた、よしよしよし、来るかな。お、起きた。じゃあマジでちょっと、もうなんでこんなガチャで地獄のような企画やってんだ今。やっとガチャは上がってきたよ。違うんだよ、ただ天井がもうそこつけてきたから当たるしかなくなってる。